いちごなんかは草の下でお母さんが食べる果物って覚えれば簡単なわけよ。確かに草冠の下に母でいちごになりますもんね。あとこれもこの前やってたんだけど、憂鬱の鬱って漢字知ってる？あー、なんかあのごちゃごちゃした字っすよね。鬱は漢字界のラスボスって言われるほど難しいみたいなんだけど、この呪文を唱えると誰でも書ける。リンカーンはアメリカンコーヒーを3杯飲んだ。リンカーンはアメリカンコーヒーを3杯飲んだ？リンカーンのリンは林。この林の中に缶詰の缶を書いてリンカーン。はい。和はカタカナの和を横に伸ばして書く。なるほど。アメリカンは米国だから米印。コーヒーのコは90度回転させて、その下にカタカナの木を書く。3杯飲んだはカタカナのノを3つ書く。おお、すごい、打つっていう字になってますね。リンカーンはアメリカンコーヒーを3杯飲んだ。漢字界のラスボス簡単に倒しちゃったじゃないっすか。これでおめえも打つって書くのが楽しくなるぞ。いや、書く時がないっす